髭。1970年代18KWG 勤務区 CALK2011A 出巻。今回ご紹介するのはオーデマピゲの手巻時計。コートドジュネーブ仕上げが美しい CALK2011A を搭載した 18KWG 勤務区モデルです。文字盤はホワイトカラー、アップライトバーインデックスに細身のペンシルハンドの組み合わせ。シンプルで洗練された上品な風貌です。 18KWG 勤務区ケースは薄型ラウンドフォルム。金無垢ならではの輝きと独特の重量感があります。ケース裏側、裏蓋にホワイトゴールドの証でもあるホールマークも確認できます。車外の革ベルトを装着した美しく腕元をスタイリッシュに飾るアイテム。気品と風格が漂い、所有する誇りと喜びを感じる至高の一品です。オーデマピゲ。1875年、チュール・ルイ・オーデマとエドワード・オーギュスト・ピゲによってスイスのル・ブラッシュに設立されたオーデマピゲ。パテック・フィリップ、バシュロン・コンスタンタンとともに世界三大雲上時計メーカーの一つに数えられています。ムーブメントやケース製作から販売に至るまで自社で一貫して携わる数少ないマニュファクチュールでもあり、独創的な複雑時計を得意としています。複雑な機構を備えた時計を作る技術は奇跡の手とも称され、現在でもその技術力や情熱は衰えることなく大切に受け継がれ、時計史に残る価値ある時計を作り続けています。操作方法。ケース右にあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。ルーズを引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。サイズ。ラグ幅は 18mm、 ケース径は約 33mm、 ルーズ含まず縦ラグからラグまで約 36mm、 厚さ風防含む約 6mm です。パテックフィリップ、カラトラバ REF3796-18KYG 金無垢 CAL215アーカイブ付属。今回ご紹介するのはパテックフィリップの手巻き時計、カラトラバ REF3796 です。カラトラバ REF96 をベースに1982年に誕生したコレクション。現行カラトラバでも使われている名機28800信号の CAL215 を搭載した約 31mm 径のやや小ぶりなサイズが特徴です。生産終了モデルながらも現在でも高い人気を誇るカラトラバです。文字盤はヘアライン仕上げのシルバーカラー、アップライトインデックスとドルフィンハンドの組み合わせ。シンプルながらも上質で洗練された風貌です。 18KYG ケースはラウンド型、リューズにはカラトラバ十字マーク。金無垢ならではの高級感あふれる美しいフォルムです。専用ベルト、金無垢尾錠を装着した価値がある一品。飽きにくく、TPO を選ばず、どんな場面でも活躍するかと思います。アーカイブ付属の気品と風格が漂い、所有する誇りと喜びを感じる至高のヴィンテージカラトラバです。パテック・フィリップ。1839年、二人のポーランド人によって設立されたパテック・チャペックから、その歴史が始まったパテック・フィリップ。オーデマ・ピゲ、バシュロン・コンスタンタンとともに世界三大雲上ブランドメーカーの一つに数えられています。170年にも及ぶ歴史の中で世界最高のタイムピースとして世界中の時計愛好家を魅了し続けています。一つ一つのパーツ、ケース、ダイヤルにおいて他の時計よりも
完成度が数段優れていると言われ、数多くの伝説を時計史に刻んできました。スイスで最高峰の技術規格、ジュネーブシールを自社の全機械式に刻印することが許されている唯一のブランドとして、世界一高品質な腕時計を製造するマニュファクチュールとしても知られています。操作方法、右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。リューズを引いて回すと時刻調整ができます。ハック秒針停止機能はありません。サイズ、ラグ幅 18mm、 ケース径は約 31mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 39mm、 厚さ約 7mm、 風防含むです。バシロンコンスタンタン、1950年代 CALP4533B 手巻き 18KYG 金無垢ケース。今回ご紹介するのはバシュロンコンスタンタンの 18KYG 金無垢手巻き時計です。神秘のマルタクロスが刻印されたコートとジュネーブ仕様の名器、最高級品質規定を満たした証であるジュネーブシールを持つ CALP4533B を搭載したモデル。1940年50年代に製造されたヴィンテージコレクションです。文字盤は焼けたアンティークダイヤル、当時多く見られたくさび型アラビア文字のアップライトインデックスに細身のペンシルハンドの組み合わせ、外周のドットポイントはプリントではなく金属のボールを埋め込んだパールドロップ、6時1にスモールセコンドが配された、ディテールにこだわり精巧な作り込みが秀逸な高級感あふれる風貌です。 18KYG ケースはラウンド型、金無垢ならではの重量感、存在感を醸し出したエレガントなフォルムです。裏蓋はスクリューバックです。裏蓋内側ラグにはホールマークも確認できます。枯れた雰囲気がさらに魅力を増し、所有する喜びと満足感を満たすエグゼクティブにふさわしい高級時計です。2020年1月に OH 済みですので、安心して長くお使いいただけます。1755年創業の時計宝飾品メーカーバシュロン・コンスタンタン、継続的に時計を製造してきたメーカーとしては世界最古、オーデマ・ピゲ・バゼック・フィリップとともに世界三大雲上ブランドメーカーの一つとして数えられています。2005年には創業から250周年を迎え、現在でも世界中の多くのコレクターを魅了し続けているマニュファクチュールメーカーです。操作方法、右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを引いて回すと針が稼働して時刻調整ができます。ハック機能、秒針停止はありません。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。